インディペンデンス軍は、アメリカ合衆国アーカンソー州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は34,233人である。ここの軍庁所在地はベッツオビルである。インディペンデンス軍は1820年10月20日に、設立され名誉あるアメリカ独立宣言の名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、 この群は総面積1998平方キロメートルである。このうち1978平方キロメートルが陸地で20平方キロメートルが水地域である。総面積の1.01%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口34,233人、13,467世帯。 および9669家族が暮らしている。人口密度は17平方キロメートルである。8平方キロメートルの平均的な密度に14841件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人94.91%、アフリカン・アメリカンセント、先住民セント、アジアセント。 太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.64%、及び、根血1.28%である。人口の1.53%がヒスパニック、または、ラテン系である。この軍内の住民は24.50%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が9.20%、25歳。 以上44歳以下が27.70%、45歳以上64歳以下が24.10%、及び65歳以上が14.50%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は96.30人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.60人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は3万1920ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万8444ベイドルである。男性は2万7284ベイドルに対して、女性は2万86ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は16,163米ドルである。人口の13.00%及び家族の9.90%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の16.10%及び65歳以上の14.40%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。